ティッシュストックのことよ。これほんの少しだけ入れます。これがね、小さじ1って書いてあるのか分かる、小さじ1これは小さじ1もいらない、ちょっとだけ、ちょっとだけ、これでいいね。Is that soy sauce? 違う、これ甘いお酒みたいな、これはソイソースね。薄口醤油、これは薄口醤油って言ってね、キャラプレー、こう色がね薄いの、普通の醤油に比べると。これ普通の、ここにあるのが普通の醤油だけど、マミーの、マミーはね、マミーが作る卵焼きはトモコちゃんに教えてもらったやつだからね。これでママこれを私としてこっち行って、これで薄口醤油、じゃあこれ1個入れて、1オールで、そう、ここを見すりきり、ワンダウンラックスで1、プレハーやったね、いいかな、1でいいよ。で、今度は2個でしょ、2杯、Sonic like salt put a little bit on this one. It's alcohol? そうよ。で、お水をね、4、そのケトルからでいいよ。Okay, みんな、we're gonna do this now. できるかな？あ、それじゃ全然いっぱいじゃないじゃない。Was it was? いっちゃめだよ。これじゃ、ここ今半分だったよ。ちょっと言ってごらん、okay. 見て。How was I meant to know then?これくらい、こうやって、これが1、はい、okay, これが1、ね、さっき半分だったでしょ、だからもう一回半分して、これで2でしょ、あと3、4って言って、本当はね、本当は鰹節とか、鰹節ってね、フィッシュストックね、とか昆布、シーウィードでね、それでお出汁を取るんだけど、ここはイギリスだからね、できないわけよ。I didn't even break the yolk. 3つ。3つ？そうよ。ニコ、でしょ、カウントしてんの。5つはものだよ。No, we did the hard one with coconuts in it. ここの、それは1つ、2つ、3つ、4つだよ。Oh, okay. 1つ。これね、このね、ちょっとさ、ちょっと1つ、2つ後でいいよ。Okay. これ白身わかる？白身ってエッグヨークじゃなくて、white, white. エッグホワイトね。これ切りたいの。このドゥルンってつながってんのがダメなの。わかる？だから、こうやってね、こうやって。こうやって横にしてやると切れる。こうやってたまにこうやってやってやるとまた切れる。Okay, でね、あとね、あとね、あともう一個。Okay. こうやってこういうふうにやるとエアが入っちゃうの。あ、いや。で、エアが入っちゃいけないの、卵焼きは。そこにくっつけて、こうやって、てごらん。Ready? はい。Okay, I can't just... エアが入んないようにね。あ、ダメ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 。それじゃあ
一本でやるのと同じ一緒じゃん。二つがあるからベタなんでしょ。はいはいはい、そう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 。I don't have my hands anymore. 上手上手上手。お箸をいつもご飯食べるとき使うような感じで間を空けて。そうそうそう。そしてそれでさ、こうやってほら。こうしてこうやって作るとほら、もう切れてるでしょ。切れてない。切れてない。こうやって。そうするとあんまり泡が立たないで切れるから。やったらレディーなんですわ。Okay. レディーなんですわ。そしたらね。Oh, it is ready. Oh, hold on. I'm just gonna finish it all. もういいよ。もういいよ。どうぞ。もう一回。もう一回ってよ。もう一回。たまに可愛いよね。たまに可愛いよ。OK。どうしよう。どっちの方がいいかな。やっぱこっちかな。こっちだと。それいいよ。もうそれいい。嬉しい。そこでやんないから。ああ、まずはちょっと来て、来た、来て。ペーパータオル使うのね、いつも。それも買っちゃった。知ってる？Yeah, I always see you make me this. 日本語にしちゃってくれる？でも、できます。できる。 I like the number seven. It's aこれを待ってな。これが熱くなるから。You can put it around it. You have to do that. もうちょっと入れようか。Yeah. Oh, I want to do it. Yay. Okay. Can I put more? I never drizzle this way. そしたらね。じゃあ、もういいか。これはこれでいいや。Okay. Let me go. 温度チェックします。What does that mean? チェック。テンパチャーチェック。わかる？ここに。はい、これちょうどいい。ほう、チリチリチリって。That's so cool. You can write your name with it. 日本語で言って。ね、見てね。はい。チリ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 って。これくらいはいい感じ。これがね、すっごい熱いと、茶色くなっちゃう。すぐ焦げて。わかる？すぐ焦げて茶色くなったら、ここに横に、これ、コットンみたいなのできてるやつだから、ここで、ジューってやって、温度冷ますの。わかる？Last time, それがフライデーがそれとそのテクニックした。そうそうそう。それがバーニーになっちゃった。でも、なんだよ、今。これ、これは大丈夫だけど、違うマテリアル、大丈夫なマテリアルじゃないと、溶けちゃうからね。長くしちゃうからね。これ、OK でしょ？チェック OK。ママの名前が書き入れる。書き入れる。ね。出すのはローン。そうすると、うん、少しずつ、少しずつ巻いていくから、これ。Broke it. 大丈夫ね。最初はいいの、これは。私最初はね、芯だから。こうやってね。これで一面じゃパンケーキ。ちょっと待って。パンケーキじゃない。パンケーキ作ってんじゃないの。これで。いいか、最初は見てて。はい。ね。こうやって。が、ちょん。あ、いいね。これね、温度が下がったりするからね。下がるとね、スティッキーになるの、ここに。そうですね。こうやって入れて、入れるでしょ。そしたら、ここの間にも入れてあげるの、こうやって。で、こっち穴開いてないから、こうやって。ほら、もうドライになってくるでしょ。こうやってやって。では、やってごらん。おー、イエイ。で、最初、テンパチはチェックして、これ入れて。あ、オッケー。あ、オッケー。おー、this is so fun.チェックしたね。はい、したら入れて。It didn't really work. いいよ。もうほら。ほら、大丈夫。もうちょっと、寒いよ。はいはいよ。で、これ傾けて、こうやって傾けて。はい、よし。そう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 。下に入れて。はい、すぐ。はい、今度こっちがドライになってきたから、こうやってやって。そう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 。で、もうひっくり返す。ごめん。1、2の
Toaster. So. With that heavy one. Oh, it's a phone call from Daddy. Daddy. Hi, we're making a video. 終わったのかな？Okay, ごめんなさいみんな。だからこれちょっとフェアリティになっちゃった。でも大丈夫。あなたに教えながらやるの難しいわ。でもね、大丈夫。大丈夫よ。Okay, that's how you make a fail. まあ、大丈夫、大丈夫。そしたらね、お皿。じゃあ、開けてみようね。Let's put it in the middle so everybody can see it.いただきます。こんにちは、タニアです。皆さんお元気ですか？本当はこの日、撮影をしようと思ってたんですが、旦那さんがカメラをロンドンに持って行ってしまって撮影ができなかったので、ちょっとふてくされつつ、窓掃除を始めた模様です。ですね、何を撮影しようかと思ってたかというと、この今着ている割烹着、前回ロンドンで着ているコート、何人かの方にどちらで買われましたかって聞かれたんですが、実はこの割烹着を着て歩いてます。ご要望が多かったので、ほとんど黒みたいな紺色の割烹着作りました。私はお料理であまりお醤油を使わないんですけれど、どちらかというとトマトソースとか、そうトマト系が多いので、自分のオリジナルの割烹着はトマトソースが跳ねても目立たない色っていう感じで作った色なんですが、そう、日本ってお醤油を使う文化だから、やっぱり濃い色の方が需要あるんだななんて思って作ってみたらですね、いや、お掃除にも使い勝手いいなっていうのに気がついちゃいましたね。こう黒く汚れちゃうようなお掃除の時とか、ああいいかもって思って気に入っています。これからお掃除のシーズンだし、おせち料理でお醤油もたくさん使うし、うん、卵焼き、だし巻き卵、前半の動画のだし巻き卵を作ってるのは、私のレシピ本に載っているだし巻き卵のレシピを作った時に撮影したものなので、実は結構前に撮影したんですね。で、その時に着てる割烹着は私自身が裁断して縫ってって
割烹着を着てるんでオンボロなんですけど、この前にあげた動画のキノコ尽くしのキノコ料理の動画には、日本の工場で作ってもらったメイドインジャパンのこの紺色と同じ割烹着を着てます。もう見てすぐに違うなっていうのがわかるくらい、やっぱり綺麗に作っていただいてるなって思っています。そう、それで実はもう一色ガーデニングにぴったりの色も作ったんですが、それは来週の動画にアップしようかと思っています。需要があったら作るという感じなので、商売としては私自身はやっておらず、数はものすごい少ない量しか作ってないので、欲しい方がいたら気にしてもらえればいいかなというふうな感じです。来週の動画でウェブページの方も公開する予定なので、もしもよかったら見てください。で、インスタの方にも詳細はそのタイミングで載せる予定です。では皆さん、素敵な1週間を。次回の動画は、イギリスの人たちに大人気のピーターシャムナーサリーという素敵なガーデニングショップのお店へ行きます。ここはカフェも併設されてて、小物や家具も売っている素敵なセレクトショップもあるので、よかったら見てください。ではまた。Something's up with you, but I just don't get that. 'Cause they don't understand, they don't know where it's at. I know the beauty of the world is in your name right now. Thank you. Vegan chocolate. You are the one to show us how. Give us joy, joy.